本日は記者会見の出席を賜りまして、心から感謝申し上げます。本日ですね、情報提供をさせていただいて、先日情報提供をすでにさせていただいておりますけれども、昨日から雨が地下1階において厚木市丸ごと食堂つまりで鮮味だこの販売を開始をさせていただいたところでございます。ここにあるやつでございますけれども、厚木の民芸品として、全国に発信ができればというふうに思っているところでございます。ちなみに鮮味だこでございますけれども、明治30年代が起源とされる蝉の絵が描かれたタコでございまして、現在も市内玉川地区に伝わり親しまれている伝統文化でもございます。で、今回販売される鮮味だこでございますけれども、玉川鮮味だこ保存会の皆さんが一つ一つ手作りで作ったものでございますので、ぜひお手に取っていただきながら、厚木の民芸品として伝統や歴史を肌で感じていただけるというところでございます。文化芸術の聖地づくり、歴史の聖地づくりに取り組む本市といたしましても、今後も素晴らしい伝統文化を後世に残す取り組みを支えてまいりたいと考えているところでございます。よろしくお願いいたします。それでは本日の会見項目についてご説明をさせていただきたいと思います。今厚木鮎祭りの画面が出てまいりましたけれども、厚木市最大のイベントで、夏の風物詩でもあります厚木鮎祭りについて、8月3日、4日において2日間にわたって開催をさせていただきたいと思います。3日は開会式、そしてオープニングパレード、皮切りにダンスレジェンドや、ドリームフェスなどを実施しながら、夜は大花火大会を開催をするところでございます。4日においてはですね、子どもたちの笑顔あふれる愛のつかみ取りやみこし衣装、そして民謡総踊りなどの催しを実施をさせていただければと思います。猛暑が予想される時期の開催となりますことから、ミストシャワーの増設や催しの内容、時間の見直しなど、さまざまな暑熱対策をした上で、市民の皆様の、またご来場の皆様の安全を最優先に実施してまいりたいと考えております。特に暑さが厳しい時間、午後2時から4時までの、4時までの時間帯でございますけれども、主催者の催しを控え、周辺の店舗や商業施設で涼んでいただけるようクーリングタイムを設置をしたいと考えております。で、またアニュー厚木や東小スポーツセンターに一時的に涼めるクーリングスポットを設置をさせていただきます。で、そして大花火大会においても初日対策として、時間を90分から60分程度に短縮して実施する予定でございますけれども、テンポよく進めることによって例年と同様約1万発の花火を夜空に打ち上げさせていただき、感動と興奮を皆様にお届けをさせていただければと思います。で、今回の花火大会でございますけれども、大型の映像ビジョンカメラ3線合流地点、そしてまた旭市長会場に設置をさせていただき、これまでにない、ライブ感で花火大会を演出してまいりたいと思います。で、有料観覧席につきましてでございますけれども、新たに市民の皆様が優先的に購入できる市民優先有料観覧席を用意をさせていただいたところでございます。一般有料席と合わせて、こちらの方にありますけれども、1万2000席を販売をいたしますので、ぜひお買い求めをいただき、間近で迫力ある花火を満喫していただければと思います。ご来場いただくすべての皆様にとって、安全で心から楽しめる、そして厚木愛を感じていただける厚木のもありますとなるよう、関係者の皆様と力を合わせて取り組んでまいりたいと考えております。で、次に資料2点でございます。熱中症特別警戒情報発表時の本市の対応指針につきまして説明をいたします。熱中症特別警戒情報は、広域的に過去に例のない危険な暑さなどにより人の健康にかかる重大な被害が生じる恐れがあるとされる危機的な気象状況である場合に国が発表するものでございます。神奈川県においては、横浜、三浦、海老名、辻堂、小田原にある5つの全ての観測点において翌日の暑さ指数が35以上になる
予測された場合に限り発表されることとなっています。本市といたしましても、熱中症特別警戒情報の導入以降、最悪の事態を想定するという前提のもとに、暑さ指数が35以上となった気象状況を想定し、対応策を協議してまいったところでございます。気温、湿度とも相当異常な状況とならなければ、熱中症特別警戒情報は発表されないと考えているところでございますけれども、万が一発表された場合に備えて、市民の皆様の生命を守る立場の行政として迅速に対応するために本市の対応指針を策定させていただいたところでございます。本日の会見項目は以上でございます。よろしくお願いします。